この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬の話題をお送りする高崎もぎたて情報です。今回は10月26日に箕輪城跡などを会場に行われる第12回箕輪城祭りについてお話を伺ってまいります。ではゲストの方をご紹介いたします。箕輪城祭り副実行委員長の福島達郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は勇ましい格好で来ていただきました、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて早速なんですが、今年の箕輪城祭りの概要について教えてください。箕輪城跡とそれから三郷支所、それから武者行列が行われます矢原陸通りが会場になっております。攻防戦などは本丸の箕輪城跡で、それから出陣式などは三郷市場で行って、9時半に開会式を始めまして出発が10時ということで、城下町を練り歩く武者行列が始まります、はい、そもそも箕輪城というのはどんなお城だったんでしょうか。城は大部分が山と平らな部分もあって平山城ということで、堀の深さと地形を巧みに利用した縄張りが戦略的にも地球上的にも第一級の城であると言われています。そしてメインイベントの一つが箕輪城攻防戦なんですが、はい、これはどんなものなんでしょうか。あくまでも模擬攻防戦でございまして、はい、長野市が高田市に攻められた、そんな時を再現して城の中で、攻防戦というか切り合いがあったり気打ちがあったり、非常に迫真の演技が見られたりする、皆さん好評の出し物の一つです。武者行列や合戦に参加している方というのはどういう方になるんですか。一般参加の方、それから地域のいろんな団体の方、地域のお祭りとかいろんなことを関わっている方が団体でこういう箕輪城祭りという実行委員会に入っていただいて、その中の人たちが協力して出ていただいています。そして、企業の方も協力していただいて、そして手作り甲冑を自ら作ったり、作ったやつを着たりしながら攻防戦やってます。衣装にも、ね、注目していただければと思います ね、 そうですね、はい、特にお子さんたちが忍者姿で参加して周りを飛び回って大人にこう飛びかかっているところなんかありまして、ね、非常に皆さん微笑ましい、大人がこうわざと負けたふりをしたりするところが非常に面白いところです、はい、では最後に一言 PR をお願いします。箕輪城は本丸跡をメイン会場に、新しいアトラクションなどを加えられて一層にぎやかになります。武者行列ばかりなく本丸にもぜひお越しいただきたいと思います。今年も無料シャトルバスを運行いたしますので、大勢の皆さんにおいでいただき、ある日の一日、箕輪城祭りを満喫していただきたいと思っております。今回は10月26日に行われます第12回箕輪城祭りについてお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。